皆さんこんにちは、大樹です。非常に困難な状況の中にいるクライアントに対してね、関わる時、まあ一つの、方向性としてコーピングクエスチョンというものがあります。どうやってそんな困難な状況を、耐え忍んでるんだろう、まあサバイバルクエスチョンとも言われますから、サバイブしてるんだろう、まあコーピング、その対応してるんだろうってことですよね。でまあ、そんな風に問いかけていくことで、クライアントが持っているリソースとか強さとか、それから対処能力とか、そういうものにこうアプローチしていくって考え方がありますけど、エリクソンのお弟子さんでビル・オハンロンという人がいて、その人、が教えていることの一つにね、まあ、似たようなものなんですけど、どうしてこれ以上悪くならなくて済んでるんだろうかとか、どうしてこれ以上ひどくはならないんだろうっていう種類の質問があります。でこれもコンセプトが分かってるとどっかで使えるところがあると思いますから。でちなみにオハンロンが、本の中で例文に挙げているのは、例えば、マリファナがやめられないんです。どうしてマリファナで止まっているんだろうか、それ以上ひどくならないんだすごい事例が乗っかってますけれども、そうなんです。どんな状況でもなんかそこで踏みとどまってる、いやだから変な言い方だけど、死んでしまいたいって、どうして死なずに済んでるんだろうか。でそれを可能にして、要はそれ以上一歩踏み出させないとかね、それは何なんだろうかってね、もう本当に最悪だと、もう逃げ出してしまいたいで、どうして、逃げ出さないんだろうというか、逃げ出さずに済んでるんだろう、逃げ出すところまで行かないでいられる、そのことを支えてるのは何なんだろうと、こういう感じですよね。そうするとクライアントは、ああそうかって、まあなんとかこういうふうに踏みとどまってんだなとかね、ああこうやって最悪だと、まあ、もう大変な状況だと思ってるけど、この先に行くところの手前では踏みとどまれる力があったりとかね、してるんだな、なんとかバランスが取れてるんだなと。でそれが何なのかに気がついて、それをどうやったらもっと使っていけるかとかね、いう発想になっていくと何かが変わっていくかもしれない。だからどうしてそこで止まっていられる、とどまっていられるんだろうとかね、どうしてその程度で伝わるおかしいけどね、その手前で住んでるんだろうね、そこから先に行かずに住んでるんだろうか、何があるからなんだろう、でそれがどうしたら活かせるんだろうね、それを考えてみるというのも面白いんじゃないでしょうか。参考まで。